茶の実が忍法分身の術。からの忍法浮き雲の術。そして忍法風遁の術。見られていないとやっぱり術にキレがないでござるな。お、かやもり殿。ん？なんかいい風が吹いてるな。あ、やっぱり見えていないでござるか。一晩経ったら何か変わるかと思ったでござるが、変化なしでござるな。アーデルちゃん、サツキ殿、よかったでござる。サツキ殿にはまだ拙者が見えているのでござるな。はい、私の方も心配しました。どうしてでござる？起きた時アーデルちゃんがいなかったので。それは申し訳なかったでござる。こんな状態ではござるが、朝の忍術の修行をしていたのでござる。よかった、私まで見えなくなっていたらどうしようかと思いました。拙者はサツキ殿に見つけてもらえてほっとしたでござるよ。私もほっとしました。そろそろ朝食の時間ですが、食事はどうしますか？食事は普通に食べられるようでござる。ただどうも拙者が手にしたものは認識されなくなるようで、まるで盗っ人の気分でござった。そうですか。では私の分を少し多めに盛りますので、そこから取ってください。それはありがたいでござる。さあ行きましょう。それじゃあ、いただきます。いただきます。これと、これはお前にやるでぎ。こら文吾、野菜をちゃんと食べろ。大きくなれんぞ。食べても大きくなってないお前に言われたくないでぎ。わしは成長期だ。これから大きくなるんだ。さつき、あんたなんでまだ水着なの？まだグラビア撮影を続けるのでしょうか。はい、セイラちゃんもまだベストショットが撮れていないんじゃないですか？はい、たくさん撮ったのですが、何か物足りなさを感じています。ふーん、思ったより乗り気だったのね。意外だわ。だが撮影をするならそんなに食べてもいいのか？腹が出るのではないか？ねねえぞ。すまん、一般的な質問だ。タイはない。さつき殿、すまないでござる。いいんですよ。今日は日光の忍者屋敷にいたキャンサーの当番。山脇さん、どうかしましたか？うん、今何か自分の言葉に引っかかりがあって。何なのかしら。もしかして忍者屋敷ですか？あ、山脇殿、もしかして拙者を思い出して。わかんないわ。ないでござるか。ん？何を狙ってるでギース？あちきのデザートは渡さないでギースよ。トラワーなあ、わしらの朝食はこんなに静かだったか？さっきからお前がうるさいでギース。そうではなく、いや、なんでもない、気のせいだな。さつき殿、拙者完全には忘れられていないのでござらんか？はい、私たちのこれまでの絆は簡単に途切れたりはしませんよ。原因はまだわかりませんが、もしかすると
忍者屋敷にも何かあるのかもしれません。だから頑張りましょう。やあ、さつきってこんなに独り言多かったかしら。ショップ店員を兼任してるのだ。わしらには見えん苦労もあるのだろう。その割にはほがらかよ。おそらく任務先の忍者屋敷に思いを馳せているのでしょう。なんででぎす？さつきは忍者の家系の出だからな。と、これ誰から聞いたのだったか？とりあえず、朝食が終わったら出発の準備してヘリポート前に集合よ。ヒラギさんからの連絡ですね。ショップ前で待っているそうです。行ってみるでござる。ショップへは。文吾、あんまり忍者屋敷の中のものを触るんじゃないよ。今日も撮影をするのか？はい。ですが。姉さん、今回のグラビアはペアと聞いています。まだチャンスはあると思いませんか？ニーナのためなら、お姉ちゃん。今朝の散歩中の風、なんか懐かしい気配がしたな。しないでもらいたいんですが、その可能性とは？さつきさんが神崎さんという幽霊に取り憑かれているという可能性です。ヒイラギさん、どういうつもりで？ごめんなさい。でも私が考えうる限りの可能性を全てやっておきたいんです。さつき殿、ヒイラギ殿に悪気はござらんよ。でも月殿がそうやって怒ってくれるのは嬉しいでござる。でも、ヒイラギ殿も、サツキ殿を心配しての行動なのでござるよ。はぁ、あ。わわわわわわ。すみませんでした。感情的になってしまいました。そもそも私の方から相談を持ちかけたのに、失礼なことをしました。いえ。こういうことにも慣れています。なかなかありか…アーデルちゃん、特に何も。引き続き私はサツキさんの怪異を調べてみます。サツキさんの方も何か変化があったら、どんな小さなことでもいいので連絡してください。怪異は怪異を呼びますので。はい、わかりました。それでは失礼します。ヒイラギ殿はとてもいい人でござるな。はい、とても心強いです。そろそろ任務に向かう時間でござる。はい、行きましょう。
お前、何してるでギス？昨日撮影した写真を確認していました。納得のいく写真が撮れてないって言ってたわね。はい、どうにもしっくり来なくて。お前、写真下手でギスね。どれも写ってるやつが偏ってるでギス。ベストショットを撮っていたはずなのですが、不思議です。拙者がいたところがそのまま抜けているでござるな。不思議といえば、どうして私は撮影を買って出たのでしょうか。何を言っておる。わしらがわかるわけないだろう。だったら、あちきが代わってやるから、そのカメラを貸すべき。待ちな、文吾。そんな高そうなカメラを壊しちゃ、とんでもない賠償請求が来るんだから、あんたは触らない。掘り出し物の一眼レフカメラです。以前、さつきさんのショップで購入しました。それ、私物だったのか。 31F の柳さんも認める一品です。なんだその基準は。あ、そろそろ到着しますよ。さて、その…あちき取るのはさつき、そうに誰かがやっ…だから、その需要を主張するのは危険だからやめなさい。セイラちゃん、昨日と同じシチュエーションで撮影してみましょう。よろしくお願いします。はい、情熱を取り戻してみます。拙者はどうすればいいでござるかな。アーデルちゃんは、昨日と同じ私と一緒に…さつき殿、いやでは、はい。水辺で戯れますので自由に撮ってください。はい。水遁の術、いきなり大事ケジナでギスか。いや、だから普通の忍者は。では水遁は控えた方がよさ。構いません。いいのでござるか。はい、みんながアーデルちゃんを思い出すきっかけになるかもしれません。さつき殿、ゲンドッコー。よっ。はい、終了。いい写真は撮れましたか。はい、被写体が良いので。ありがとうございます。では忍者屋敷までの道中でも撮りましょう。あの木の下は木漏れ日が降り注いで良い撮影スポットですよ。そこの白い花が咲いているあたりはどうですか。水着が映えます。さつきさん、どうして昨日と同じところばかりを選ぶのですか。お気に入りのスポットになったので、よりいい表情とポーズが作れると思ったんです。さつき、アーデルちゃん、背中を合わせ。いやあ、どうしたでギース。なぜかお前、指が。さて、こ、そうですね。さつき、どうしたんだお前。引き締めるのはキャンサーの討伐任務だぞ。グラビア撮影。さつきがおかしくなってる気がするわ。いや、さ、昨日とそのた、なるほど。だから、いや、どうした桜葉。私の胸の中になぜか情熱の火が灯りました。だから何を言っておるんだ。ほら、行くよ。今日は落とし穴に落ちんぞ。絶対に落としてやるでギー。昨日のはわざとだったのか。え、
からくりがその確認必要なのか。さつき殿、深い部分に何やら重い足音がするでござる。なるほど、すごい。さす、あ、いえ、さつき殿、そうで、これがに、おお、さつき殿がござる言葉を新鮮これは少々でも、じゃあ、やあ、うん、やっぱりわしらですが、お前はお前でな、いあれ、昨日はここから進めたのに。行くともしな、入るち、さつき、いえ、ってことは猫でギース、お前は招き猫に近づくな。着物、皆さん、宝箱でございます。でも、み、掛けじ、ふむ、もしかしたら気づかれると思って。アーデルちゃん、サツキ殿、ときめき、どうして、セイラちゃんは何をしているでござる。シャッターチャンスを探せ。タンスの下にでかしたわ、文豪。ほう、一番下のお前、とりあえず進んでみましょう。前方キャンサーでござる。なんか、いつもチュンス、もっと、皆さん、拙者のことを忘れても体は覚えてるでござるな。あ、チュ、調べたで、一旦一通りさ、完全に、はい、あ、もう、そうでござる。提案してみます。皆さん、どういうこと？昨日、セイラちゃんと落とし穴に落ちたとき、下は、なるほど、こん、やあ、ブンちゃん、ぎっ、それでは、今戻ったでござる。さらっと何事もなかったように戻ってきよった。さつき、やあ、予想通り、この下に通路があったでござる。明かりもついていたので、皆さんも、全員、さつき、よし、
どうよ、お宝なんでギース。解除完了っと。実験に戻りたい。何か落ちておるぞ。ここです。
よし、チャンスだ。こんなもんだな。何か落ちておるぞ。桜庭殿。このチャンスを逃すな。こんな感じ。どうぞ。部屋に出たか。あの鏡、昨日来た部屋につながっていたようね。アーデルちゃん拙者、本当ですね。鏡越しだと私でもアーデルちゃんが見えません。並んでいるのに。今湧き上がって。何を言っておるのだ。ほら進むわよ。
せて。ここです。ほらよ。このクソ。焦らず慎重に行くぞ。乗ろうぜ。カーレンちゃんでーす。やりますね。好きにはさせねえ。それが貴様の殺しの美学か。良き未来が見えます。効果的じゃねえんだな。よっからショット。今来た産業。えい。光天の兆し。私に任せな。別の方法を考えた方が良さそうだぜ。ルカちゃんウィン。できれば。
刀にカラクリを、むやみお前に絶対よかっただ。何かきっかけけれど、もうアーデルちゃん、そんなこと言ってる場合ではないですよ。なぜでしょう、心がシャッターを切りました。桜庭殿は何か感じ取っているようでござるが。ほん、こっちよ。さすが山脇様でギース。ひとまず先に進みましょうか。了解でござる。終わりにしようぜ。
っとこんなもんだぜ。ルカちゃんウィン。有用なものだと良いが。広いでぎすね。なんだか雰囲気のある場所に出てきちゃったわね。さつき殿、キャンサーがこちらに気づいているようでござるよ。どうやら大物が近くにいるようでござる。おるのだ。いつも通り4人で十分だろう。ヒバールちゃん、ミコちゃん、セイラちゃん。進みます。もちろんよ。そんな、とうとうサツキ殿まで忘れられて。ヤマーキ様、何か来るでぎ。だが水晶玉イバールちゃん、どういうことでこそ。みんなが、キャンサーの攻撃は当たるのでござるか。今のは一体何、どこから攻撃されたの。遠距離攻撃、どこからでもかかってこいでぎ。全滅のご注文。イバールちゃん、あんたたち、はいでぎ。桜だ。敵中立、安心でぎ。ダメでござる。なら待ってござるな。アーデルちゃん、いやあ、サツキ殿と二人で勝っ、そうです、行くでござるよ。はい。
食らえ。今は待ってるではないか。取り逃がしましたね。いや、二人では少々決定打に欠けるでござるな。あのキャンサー、どうして私たちと同じ状態に。水着は、はい、ともあれ。そうですね、それだけでは。と言いますと、拙者が聞いた音はさっきのやつではないのでござる。もっと。そうですか。いや、もう。そうね、深志の山脇さん、ここは撤退一択なんでしょうけど。なのに。何、仲間は置き去り。そうよ、分かってる、みんないるわよ。なのにこのまま撤退するとひどい後悔をしそうな予感がしてるのよ。お前ら。いや、いじめて。はい、さつき殿、嬉しい言葉が聞こえるでござるな。はい、どうにか。そうだ、あれを。キャー、どうして指先を切ったでござる。そして、山脇様、変な紙が落ちてるでぎ。これはお札。あ、血で文字が書いてある。怖っ。ここは忍者屋敷ではなくお化け屋敷だったか。血文字はなんと。さっさと撤退しやがれ。どういうこと。従いましょう。私の占い師としての勘が。その占い師が。三一四、直ちに撤退するわよ。天ね。うむ、天ね。やめろ、魔術師の誇りたる帽子をグリグリするな。道は大体覚えています。たくさん撮影したので。そういえばお前、なんで写真を撮ってたんでギース。どうしてでしょうか。とにかく今は撤退を優先よ。考えるのは後。桜庭、先導しなさい。迷ったら安心で。ヒイラギ、霊力。でもその指は痛そうでござるよ。大丈夫です、このくらいの傷なら血もすぐに。あん、アーベルちゃん、ひょうひょうこよ。ありがとうございます。でも、え、あれ、本当にもう傷が治り始めてる。忍者し、さつき、そうですね。いやー、元に戻る意欲がさらに増したでござるよ。山脇、大丈夫か。ええ、山脇ですが。ありが、多分そろそろだと思うから。うむ、分かった。山脇殿、し、文ちゃんのことも私も本当に。いや、一緒に行くでござるよ。ショップ、頭がクラクラするでぎすね。チャンスの気配を感じます。これは運命。あれ、司令官室の方に。
行列でござる。私のいないショップはこんなに繁盛しているんですか。待つでござるよ、さつき殿。並んでいる方々の様子がおかしいでござる。みんなイライラしているでござるよ。店内を確認してみましょう。やるべきことを丁寧に無駄なくこなせばいいだけです。それをこなせることがすごいのでござる。アーデルちゃんは物事をとても素直に褒めてくれますね。お、普通のことではござらんか。いえ、それを普通と言えるのはすごいことですよ。いやあ、さつき殿にすごいと言ってもらえるとは。本当に私たちのことはみんな忘れているんですね。いや、昨日まで気さくに挨拶をしていた人たちから見てももらえないなんて。さつき殿、すみません。修行していた頃はこんな気持ちをアーデルちゃんは味わっていたんですね。拙者、どうしてですか。きっと一人だったけど、その言葉の、だから、さつき殿を。アーデル、ありがとうございます。どこに連れて行く気でギース。あちきは山脇様のために特訓をするんでギースよ。山脇からはちょっと。いやいや。いいから来い。かやもり殿たちのライフ、いつもショップにいて心が高っ。そうですね。やあ、ふと文吾殿は丸山殿たちと合流したようでござる。文ちゃんの記憶、そろそろ始まりそうでござる。聞いてくれ。
切なものを思い出させてくれる歌でござるな。はい、懐かしさの中に確かにあった居場所と時代を感じました。いやいや楽しかったでぎす。そうか、それはよか。お前褒めてやるでぎすよ。ん？どうしたでぎす？いや、いやーって何かが頭の隅をよぎったのだが、何だったかな。もうボケたでぎすか？ブコー！やめるでぎす！ヘルメットをグリグリするなでぎす！ハデルちゃん。いやあ、テンネ殿、もきっとそうです。だとしたら何かをきっかけでみんなが拙者たちを思い出すのかもしれないでござるな。はい、ここは一つ。アーデルちゃん、しのべ。いやあ、もちろん冗談でござる。うちの山脇が来る。だから騒ぐな。テンネ殿。発作、確かに出ていましたね。ちょっとどいて、通るわよ。あ、ワッキー。ごめん、文吾が迷惑かけたわね。山脇、すまん。部屋まで持たんかった。いいのよ、文吾は楽しんでた。うむ、笑顔でサイリウムを振っておった。そう、ならよかったわ。じゃあ、おぶるから手伝って。ああ。あのさ、また文ちゃんとライブ見に来てくれよ。もちろんだ。文吾はお前たちのライブが好きなようだしな。あと、天然ではないぞ。アデルちゃん、私たちも部屋に行きましょう。そうでござるな。これでまた記憶を失うのよね。でも大丈夫、慣れたわけじゃないけど、私だって少しずつ強くなってる。そのはずなんだけどな、今日はどうしてこんなに心細いんだろう。文豪、あんた以外にもとても大切なものが欠けてるみたいなのよ。うむ、そうだな。部屋が静かです。ですが、以前はそれでも暖かかった気がします。山脇殿。イバールちゃん、ごめん、なんか今日の私変だ。我慢できない。桜庭、行くぞ。殿、一日でも一秒でも早く戻りたいでござる。はい、今の私たちではイバールちゃんを慰めることも支えることもできません。山脇殿だけではないでござる。テンネ殿も。殿も、みんながわけもわからないまま苦しい思いだけをしているでござる。はい、皆
みんなのためにも原因を究明しましょう。